皆さんこんにちは、月です。今日もご視聴くださいました本当にありがとうございます。はい、今日はですね、草刈りをします。ブルーベリーの前のとこですね。子供たちがね、虫取りをしたいからまたちょっと草を伸ばしてくれって言われたんですけど、まあ一旦切ろうかなと一回ちょっと遊びを終わったみたいなので、じゃあちょっと一回切ってまた伸びてくるやろうちゅうことで、今日はちょっと切っていきます。だいぶね、置いておいたのでスネぐらいまでは伸びてきてるかなっていう感じです。だからもしゃもしゃのとことそうでないとことあるので、もう多いところはしっかり刈り払って、で少ないところもさーっとね、いつものようにぐるがりするような感じで当てていくっていうくらいでやっていきます。今日もエンジン式でチップスをつけてきました。もうささっとね、影のうちにできることをやっていこうかと思っております。まあよかったら最後までよろしくお願いします。頑張ります。
お日様が半分まで迫ってきましたね。もう最初はこの朝日との追いかけごっこで見えにくかったと思います。中で日が当たるとこだけをこう狙って買ったから、いつもと違う借り方、いつもこう2列買ってここ縦買ってぐるがりしてとかしてるんですけど、もうちょっとねぐちゃぐちゃになっちゃった。あ、でも大きくバーッとね広い範囲を一気に枯れたので気持ちよくなりました。さっきねもうねバッテリーが今日はカメラのバッテリーも切れそうで、メモリーもあと4分しかないです。で慌てて買っちゃって、で多分あのレバーはね元に戻したんですけど、回転がまだちゃんと止まってない状態で草刈り機をよいしょって持ってきた時にやっちまった。カモスが見てー、切ってもうたーここを多分歯がさーってこうねくるくるって、まだあの勢いはないにせよまだくるくるが止まってない状態でサーンって買ってったから、ここがハグサグサなっちったー、やってもたあーごめんなさい、本当にごめんね。あーでもなんかね幹のとこからスパンじゃなくてよかったわ本当に。まだね全然刈り残しのところがあるんですよ、こっちの裏側とかね。ここは日が差してるとこだけ最後に刈って終わりにしたり、あとはあのいつもの、 あの駐車場のこっち側ね、お前の方ね、今軽トラが止まっちゃうけど、そこの前方も刈ってません。かなりね中途半端な状態のところもありますけど、まあいいかな。まずね子供たちがあの虫にねかばれたりしないように過ごせればいいので、あとブルーベリーをちょこちょこと取りに来たりとかっていうのができればいいかなっていう状態、そこまで持ってこれたので、その状態まで持ってこれたので、はい、よしとしましょう。子供たちがね虫取りをしたいからって、バッタが今ちょうど赤ちゃんが生まれてきてる時かな、それをね友達としたいから草を伸ばしちょってくれって前言われちゃって、で今あの状態だったんですが、まあまた今は今度はほらトンボがね草と刈ったらやっぱ寄ってくるね、今度はこういうトンボ取りとかっていうので楽しんでもらえればと思います。まあ、すぐ伸びてくるし、あのちっちゃかった赤ちゃんが多分今度は大きくなってここチキチキチキって飛び回るやろうから、それもね子供たちが楽しんでくれればいいかなと思ってます。